あっという間で5年前だったんですね、あの沢田研二さんが。あの時楽しくて、本当にこのね5年間の間にも本当にコロナがあって金も異様に上がりましたけども、ギリギリね運気を強い皆様と一緒にねお仕事できてますので、これからも大丈夫だと思います。この屋形船も多少の荒波がね来てもみんなでいれば乗り越えられると思います。今日はね荒波で酔う前に皆さん自ら寄ってください。今後もよろしくお願いします。東京湾にいます。今もう屋形船の下はカラオケ大会ですか。バカみたいなこんなとこに乗って配信して、ね、これちょっとあの高いところに乗ってる ね高いところに乗ってね、バカみたいに、あのそっちが映してないから安心してるんですよ ね。バカみたいにライブ配信してんのをまた反対側から映されてるというね。屋形船から、ね、今日屋形船から配信してます。屋形船の、うん、屋形船。今日はね、屋形船貸し切りました。ありがとう。お、なんかすごい。ちょっとこれ、あー、すごい良かったね。ね、ありがとうございます。あ、今日は満月ですか。今日満月、あ、見えてない見えてない、あ、満月、あ、満月だ今日これ。あ、もうみんな、あのみんないるんですよ、みんないるんですよ、ね、今日満月でした。満月ほら満月でした。スカイツリーと満月、みんないなくなっちゃいました。今日はトムグループ、屋形船を貸し切りで納涼会の方をしてみました。ということでね、船にはもう誰もいません。ということでね、僕も最後ね、締めの挨拶またありますんでね、帰りまーす。じゃあねー。